広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはよっぴー、よぴゅーっとです。ライチ梅川です。ナナプルです。中華の竹内です。はい、皆さん今日は12月30日ですよ。はい、もう年末ですね。2023年も終わります、終わろうとしております、はい、ということで2023年はポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットシリーズが始まりまして、ポケモン EX もね登場して、本当にいろんなカードがね活躍した1年だったんですけど、うん、そんな中で今年の1枚をねみんなで発表していこうかなと思います。はい、なるほど。ポケカチャンネルメンバーが考えた1枚とか、ね、そう、はいね、決めてきたのでね、我々の意見です、はい、うん、発表していきたいと思います。それではポケカチャンネルが考えた今年の1枚はこちらです。せーの、サーナイト EX。 こちら大会でもめっちゃ勝ってた印象ありますよね。あります。なんだっけ。いや、まず、うん、今年入って最初の大型大会チャンピオンズリーグ2023愛知のマスターリーグ準優勝ということで、もうポケモン X 登場したてでしたけど、もう存在感をねこう発揮してくれましたよね、うんうん、そしてチャンピオンズリーグ2023新潟でついにマスターリーグにてサーナイト X の一騎がね優勝ということで、大悟ポケカ四天王の山口良幸選手が使って勝ちまくって優勝してたっていうね印象もありますよね。あれも印象的だったよね、うん。ポケモンジャパンチャンピオンシップスとポケモンワールドチャンピオンシップスともにサーナイト EX が決勝に上がってましたよね、うん、やっぱ今年の大型大会はかなりサーナイト EX が賑わしていたようなイメージがあります、うんうん、本当にいろんな、ね、カードがもちろん活躍していたんですけど、そんな中でやっぱ強いデッキのカードとして今年の、ね、1年を象徴するインパクトがあったカードなのかなと思いました。いやー、でも僕個人的にそのミュー VMAX と超迷ったんですよ。あのポケモンワールドチャンピオンシップスでも優勝してましたし、うん、いや結構印象にも残ったんで、まあ、どっちかなって思ったんですけど、まあね、サーナイト EX もね印象深いですよね。ずっと強かったよね本当に、うん。あとは他にですね、ミライドン EX と僕は迷いました。はいはいはい、今年行われたチャンピオンズリーグでもね2回優勝してますし、あとはねポケカ始めたばっかりの友達だったり、結構周りの友達もミライドン EX 使ってる人多かったんで、結構人気のデッキだったなと思います。はい、まあそんな中だったんですが、やっぱこのサーナイト EX ね、2進化のポケモン EX ということで、まあ、序盤は準備に時間かかるけど終盤からすごい大逆転していくような強さが見れたりとか、大きい HP を生かしたね戦いも見れて、すごい魅力的なポケモン EX だったので、うん、ポケカチャンネルの1枚に選ばせていただきました、はい、はい。ということでですね、私たちが思う今年を象徴するポケカ1枚ということでサーナイト EX 選ばせてもらったんですが、続いては個人的な今年の1枚をね、はいはい、選んできたので、そちらもねお話ししていければと思います、はい、いろいろあるけど、ね、本当にね、じゃあね、ヨピからお願いします。はい、僕が選んだ今年の1枚はナンジャモです。おー、ナンジャモ、はい、強力なねサポートなので、もうほとんどのデッキに入ってると言っても過言ではないんじゃないかなと思います。確かに確かに。なのでもうこの番ナンジャモで相手の手札減らしに行きたいなとか、次の番相手にナンジャモ使われたらとか、結構プレイ中ナンジャモが頭の中にあることが多かったなと思っていて、まあ、結構ねナンジャモと共に受け化してた1年かなということで選びました。確かに。じゃあ続いてタケチお願いします。はい、僕が選ぶ今年の1枚はソーブレイズです。おお、ソーブレイズ、はい、ソーブレイズもうめっちゃ好きなんですけど、うん、やっぱこうクレイバーストで登場してから、まあ、どうやって活躍させようかっていうのをすごいこう考えて、うん、ポケカ研究所でもソーブレイズを使ったデッキを紹介したりとか、それ以外でもプライベートでソーブレイズを使ったデッキを使ったりして一緒に戦っていけた1年かなと思いましたので、うん、ソーブレイズ選ばせていただきました。うん、来年以降もいろんなカード出ると思うんですけれども、ソーブレイズをねさらにこう活躍させられるようなデッキを組めたらいいなと思っています。ポケカ研究員に期待ですね。確かに。じゃあ続いてナナプルの今年の1枚こちらです、はい、マスカーニャ EX。 はいはいはい、はい、このポケモンを選んだ理由としては、今年ねマスカーニャ EX デッキを作ってかなり愛用してたっていうのがありまして、タケチとね同じような理由なんですけど、今まで自分でパックを当てたその好きなアートレアとかあんまり対戦で使わないでコレクションとして持ってることが多くって、そんな中で初めてアートレアも含めたこだわりのデッキを作ってみたんですよ。まあ、ニャオハのアートレアとかが入ってるんですけど、ニャオハのアートレアからニャローテのアートレアに進化させるときとかにめっちゃテンションが上がったりして、よりバトルが楽しいなと思うようになったっていうのが理由です。なるほどね、うん、なんかやっぱ好きなポケモンって上がりますよね。上がります。では最後ライチューメーカーはいかがでしょうか。ライチューメーカーはやはり波乱万丈な1年、いろんなこと
左右されてきました。この1枚、はい、エレキジェネレーター。おー、はいはいはい、言ってなかった。これもワンポイントあるんですよ、うん、この僕エレキジェネレーターっていうの苦手なんですよ。あら。でしかも結構使うんですよ、雷のデッキ。はいはいはい、そのためにエレキジェネレーター使いますが、うまく言えないのがまず1点、うんうん、そして5枚見て本当に基本雷エネルギーがない。おお、確かにライチと対戦してていつも外してた気がする、うん、もう、まあ、結構ね一般的なスタンダードな構築を組みまして、うん、はいはい、雷エネルギーもたくさん入ってますと、うん、やたらんのよ、普通に。まあまあ君が悪いですよ。運悪。そう、運が本当に運悪。もうすごい釣り竿で雷エネルギー3枚戻して、うん、7枚あるしとか思ってやるのが当たんないとかあるの。でやっぱその勝負を決定づけるエネルギーなんですよ、うん、結構、うんうん、ここで2枚ついたらいけるとか、うん、1枚だと足んないとかで、僕特に雷中部位をよく使ってたんで、うん、エネルギーの数が1個間に合うか間に合わないかで本当に勝つ負けるあって、うん、まあまあまあ、もうこいつって思いながらエネルギーレーター使って、うん、4枚入れてるんですけど、本当に1枚ぐらいしかエネルギーつけることに貢献してないみたいな、はいはい、本当にそんな日々で今年1年、多分今年だけじゃないんだけど、うん、今後もあるかもしれないんですけど、うん、まあ、それがすごい印象深い1年です。でもつくときはつくもんね。あ、そうだ、そうだよね。多分その成功体験をあんまり強く記憶に残してないだけで、うん、失敗の体験がこびりついてるっていう、かもしれない。絶対2枚ついて最初の番に技打ってる時がある、うんうん、ということでね、ライチにも熱く語ってもらいましたが、はい、それぞれね、ポケカの今年の1枚発表していきました。見てくれてる皆さんもよかったらコメント欄にね、今年の1枚書いてみてください、うん、そして最後に、もうね、年末ということで、うん、ポケカチャンネルからお知らせがございます。12月31日大晦日と1月1日元旦はポケカチャンネルの通常動画投稿をお休みさせていただきます。まあ、その代わりなんですけど、まあ、今日のね、お昼にも上がってました、ポケカオールスターバトル2023ゲットザゴールドのバトルの切り抜き動画が上がっていきます。うん、今日の分と、そして明日、明後日、しあさってで、正午に切り抜き動画が上がる予定ですので、そちらを見て楽しんでいただければと思います。そして我々が出演する通常動画は1月2日から再開させていただきますので、そちらもお楽しみにお待ちください。ということで年内最後の動画をお届けしました。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。皆さん2023年の1年間もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん良いお年を。バイバイ。バイバイ。